여러분안녕하세요武田明子です。日本語のがは韓国語に直すとがいいを使いますね。ところが日本語ががではなくても韓国語ががいいになる場合があります。例文を集めてみました。まず何々になるがいいてだを使います。영어선생님이되고싶어요。英語の先生になりたいです。次に何々ではないという時はがいい아니다を使います。학생이아닌데매일공부해요。学生ではないんですが毎日勉強します。そして質問する時にも使います。例えばイヒョンスク氏が脱ぐせよ。イヒョンスクさんはどなたですか。이름이뭐예요。名前は何ですか。오늘이금요일이에요。今日は金曜日ですか。チャンミが뭐예요。チャンミって何ですか。のように質問の時にも使います。そして強調する時にもがが入ります。완성될것같지가않아요。完成するようには思えません。このように日本語ががではなくてもがいいとなる場合がたくさんあります。오늘은이상입니다。안녕히계세요。